オンライン美術教材、定規で描ける立体空間、一点透視図法。絵画初心者の方、または造形を楽しむすべての方にお送りします。絵が得意な人もそうでない人も、定規を使って簡単に奥行きのある空間が描ける方法をお伝えします。今回使用するのは、どこにでもある A4 のコピー用紙。30センチ定規。5B の鉛筆、HB の鉛筆、殺筆、練り消しゴム、ガーゼ、以上です。その1、基本の箱を描く。今から定規で描くのは、以下のたった3種類の線です。水平の線、垂直の線、画面の中央から伸びる線。画面の中央付近に水平の線を描きます。これは後に地平線となるものです。中央に点を設定します。この点は初始線といい、終始重要なものとなります。この画面に定めた1点の消失点から放射状に線を描くことができます。右下のエリアに目を移します。こちらの線を利用し、奥行きのある箱の形を描いてみます。垂直の線を少しの距離描きます。水平の線も適当な長さを描きます。このように四角形にします。これらの角を消失点へ伸ばします。この形に見覚えはないでしょうか。長すぎるので適当な場所でカットします。不要な線を消してあります。立体の箱に見えたでしょうか。今度は画面の左側、同じように箱を描きますが、描き順を変えて理解してみます。2本の放射線、間に水平の線を入れます。その線の少し上にもう1本線を描きます。このように妙な台形ができます。これを地面にある土地と考えます。土地を設定してから、柱のイメージで四隅に垂直の線を入れます。ここで柱が4つ立っているイメージができるでしょうか。できたなら、この手前の2つの柱の間に適当な高さで水平の線を入れます。現れた2点の角をそれぞれ消失線へ伸ばします。あとは後ろの2点をつなぎます。ここに透明な箱が見えるでしょうか。いらない部分を消していきます。はじめに描いた箱と同じようなものができました。結果同じように見えますが、左の手順は、土台となる地面や見えていない部分も想定しているので、発展的に描いていくときに応用が効きます。次に地平線の上にある箱を描きます。画面右上。地平線より上にある箱は、底の面が見えていることに着目します。
これは自分が見ている目の高さよりも箱が上にあることを意味します。最後に左側に地平線上にある箱を描きます。地平線上にある箱は正面と側面のみ現れており、上面も底面も見えなくなります。当然消失線と重なっている箱があったなら正面のみ見えるということになります。ここまで理解ができれば基本は OK です。その2、形を組み合わせる。ここまで描いた4つの箱、ここに奥行きのある空間を感じることができたでしょうか。大丈夫ならこの要領でどんどん描けます。さらに発展的に進めていけるでしょう。難しい方へより立体を感じるために陰影を施してみます。左側を南としたらやや左寄りで、正午の太陽のイメージで光を入れました。立体が感じられたでしょうか。先ほどの線だけの状態に戻ります。ここから様々な大小の箱を配置していきます。使う線はすべて水平の線、垂直の線、消失線に伸びる線の3種類です。同じ方法で箱を増やしました。ここからいくつかの箱に加工を加えてみます。箱をドッキングさせたり形を削ったりしていきます。右下のティッシュケースのような箱に注目。箱の中に小さな箱を描いていきます。小さな箱の空間を消していきます。このように箱の分だけ形をカットすることができます。次は中央付近の小さな箱。この箱にさらに小さな箱をひっつけます。箱を足す方が簡単ですね。こちらの大きめの箱も同じ要領で縦増しします。左にあるさらに大きな箱、この箱の手前の下の角をえぐり取ります。箱の内側を想像する力が少し必要です。さて、何に見えますでしょうか。その3、三角形、角の落とし方。ここまでは3種類の線のみを使って描き進めてきました。これからそれ以外の線も用いていきます。ここまで慣れたなら、垂直と水平でなる箱型以外にも挑戦してみましょう。画面右側の箱の上。手始めに三角柱を置いてみます。手前の辺に合わせて三角形を描きます。上の角と消失線をつなぎます。手前の線と平行になるよう注意して線を入れます。簡単ですね。次は右下の箱。こちらの箱の角を切り落とします。
ここも平行に注意して、以上です。さて、画面左側に目を移します。こちら、地平線と重なる箱の角を切り落とします。これで OK。 あと適当に数箇所、手前の箱の場合は平行線を2本先に引いてからカットします。平行の関係には気をつけて描きましょう。その4、応用、想像力を使って描き進める。ここまでは立体的な形を組み合わせてきました。ここまでをベースに、各面の表面に3種類の線を描き入れることで、徐々に想像したもののリアリティを出していくことができます。例えば、ここではこの空間を街並み風にしていきたいと思います。ここまで理屈が分かっていれば、定規にも限界が来るので、フリーハンドも使い、自由に想像できたものを描き進めていきましょう。ただし、どんなに小さなものでも、法則に従わせることを忘れてはいけません。